VTR 特集です。本日は護衛艦ヒューガ艦隊の特徴とステルス対策をご覧いただきます。はい、ということでございますけどもね、このヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヒューガと命名されたこの船を、今日皆さんにこの特徴とその姿全容をご覧いただくわけでありますけども、基準排水量1万3950トンということで、海上自衛隊としては最大の船ということでございます。まあこれね、いろいろこういう数字をルール見ていただくよりもですね、映像を見ていただいた方が分かりやすいということでございまして、護衛艦ということでを頭にちょっと浮かべながら見てください。こちらです。はい、こちらでございます。まあとにかく護衛艦というからね、まあとにかく大砲がどんなものかというようなことで思っている方はもう驚き桃の木山椒の木という、まあこういうことでございまして、これまあ見ていただきますと、もうこの航空母艦そのものということになってるんですね。これ今艦橋部分なんですけども、これついておりますのはフェーズアレイレーダーということでございます。そして、この艦隊の左舷、ということで、作業船の収納部なども映っておりますけど、これご覧いただきますとですね、きちっと中にこう収納できるようになっておりまして、外には出てね、つまりこれステルス性を追求してるんですね。あらゆる箇所がこの角度がついておりまして、あらゆる部位にですね、角度がついていて、相手の電波を跳ね返す、こういったところで救命ボートの取り付け部分にもこのような形で防護板のようなものがついておりまして、まあもちろんこれもステルス性の追求ということになると思います。まあこんなようなことでございまして、まあこれね、護衛艦なんですって。まあ私はその目の錯覚でなければ、これはもう航空母艦にしか見えないわけなんですけども、フェーズアレイレーダーもイージス艦だけではないということでございますね。まあ下から見てもずっとこの全通甲板が綺麗になっておりましてね、これちょっと斜めになったでしょ、これがね、ステルス性なんですね。ステルス性の追求でございまして、もうね、レーダーがこのように常にこの、固定型で360度のね、見渡すことができるということでございまして、すごいですよね。これもう環境部分もでかいわ。いや、これ本当にですね、こんな船が、ヘリコプター搭載護衛艦として登場したということでございます。このね、この辺りから見ても、これ後ろの部分なのかな。これも本当綺麗な船ですよね。こういったことでございまして、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヒューガでございます。全長197メーターということなんですけども、これほとんどかつてのですね、大東亜戦争の頃の中型の航空母艦とほとんど同じぐらいの大きさでございます。速力も30ノットということでございましてですね、30ノット以上ということで、微妙にこの部分っていうのは隠してますからね。30ノット以上ですから、実は50ノットぐらい出るとかね。50ノットって100キロぐらい出ますからね。そんな、そんなことは多分ないと思いますけども、30ノットって大体倍にして考えていただければいいと思います。60キロ。船で海の上は60キロ以上っていうのは、これは相当速いですよ。速いですね。海上自衛隊の今の船は、このミサイル艇がですね、約ね、80キロ、40ノット以上ということになっておりますけどもね、ちょっとこのあたりですね、写真を皆さんにさらっとご覧いただきます。こちらです。これがもう艦機のですね、授与されました艦機が、この軍艦機が上がっているシーン、そして私が先ほど申し上げておりました、こう全通甲板、どう見たってこれもう航空母艦ですよ。これは航空母艦じゃないと、それでも護衛艦だという人おかしいんじゃないのってことでございますけども、そしてもう一つこちらです。中の、このね、格納庫、ものすごいですよ。だってこれでも11機乗りますからね、ヘリコ広プいでターすが。ね。でね、この性能は同時に3機が着艦ね、発着艦できることになっておりますけども、このエレベーターがこうなってます。それで、艦載機が飛び上がるところはこうでございますんでね。もうしつこいようですけども、航空母艦、海上自衛隊初の、航空母艦ということでございます。連続でこう皆さん見ていただきます。絶対空母だってこれ。絶対空母でしょ、皆さんね。そしてこちらのね、式典なんかでね、やってました。これもうほら、大きさが分かりますでしょ。人もうがこれ小さい。歓喜ね、歓喜上げるシーンでも、人がこんな小さいですよ。もう運動場で、ね、サッカーのね、サッカーができるぐらいの大きさになってますよね。そして、
こちら真正面から見据えた写真はこちらでございます。うわすげえかっこいい。かっこいいですよね。もうクロスドビンウェポンシステムが前についてるってことですね。もうこれをねもう4隻並べてもう一回ミッドウェーで何をするんだってことでございますけどもまあそんなようなことを、まあ、勝手に想像したりとしておりますけども、今度はそして商社の方からですねこれご提供いただきました写真でございます。まあねこの愛情のこもった写真、もうなんか私と同じようなその多分心境でいらっしゃる方だろうだと思いますけどもね、この船を愛している方の写真ですな。もう本当ねこれ面白いね、あの怒りがこんな前についてるのね。ねなんかブラ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 してたらなんかこれ走れるのかなと思うんですけども、あれがちゃんとねきちっとこの収納されて走るということになっております。そしてまた最後この同じ視聴者の方からいただきましたこの愛情のこもった写真見てくださいよ。これもうね、この乗員晴れ晴らしいよね。本当ですね。本当にね、多分もういいな。そしてこの下の写真、いやこれね艦長が一等海佐ということになっておりますけども、こういう形で花束がね贈られるということでございましてね、いいですね。まあねチャンネル桜もねもう当然ながらね私たちこれもロケ行きますよ。ロケ行って皆さんにもう全容もう素晴らしいレポートを皆さんにですね、鼻血ブーのレポートを皆さんにお届けしたいと思います。どうぞどうぞお楽しみに。本日の VTR 特集でした。